スイッチオン。おー、ついた。あっぱねーな、これずっと見てられる。こんばんは、ススクマです。今回はレイアウトの車両基地に入れ替え信号機を設置してみようと思います。 LED の組み込みによって実物と同じように点灯状態が切り替わる信号機です。ぜひ最後までご覧ください。入れ替え信号機というのは、駅構内や車両基地内で車両の入れ替え作業を行うために設置された信号機のことです。 N ゲージではグリーンマックスさんから入れ替え信号機セットという商品が出てまして、私も今までのレイアウトはこれを使っていました。元エンジニアの父親と本線用の信号機についての話し合いをする中で、入れ替え信号機も点灯化できたらいいよねっていう話になったんですよ。ちなみにグリーンマックスのダミー製品は横幅が3ミリほどということで非常にちっちゃいんですよ。この中に LED を仕込むっていうのはかなり難しいんじゃないかなっていうのが私の予想としてありました。ただそこはさすがうちの父親、見事に点灯式の試作品ができたということで、今回はこちらを開封してレイアウトに設置するところまでやっていきます。いざオープン。おー、いつも通りと言いますか、かなり複雑そうな機械がたくさん入ってますね。一番気になるのは信号機本体ですよね。多分これだと思うんですが、開けてみましょう。うわっ、ちっちゃ。めちゃくちゃちっちゃい。こっちが表側で裏側ですね。裏側にチップ LED が3つ並んで配線されていまして、細けえな、こいつくんの大変そうだな。根元のコネクタ部分は以前紹介した普通の信号機と同じものですね。動機は全て 3D プリンターで行われています。じゃあ1個取り出してみましょう。ほんとね、ちょっと扱いをミスるとポキッといっちゃいそうなんで慎重に。できればグリーンマックスさんの製品と同じサイズで作ってほしいとは言ったんですが、無理ならそれより大きくなってもいいとも言っておきました。あ、3ミリだ。さすがだな、やっぱ父さんはすごい。今回作ってもらった信号機はこのような構成で動作します。線路の間にセンサーが埋め込まれていて、そこから基板にコードがつながっています。そして信号機と電源にも結線します。手元のプッシュスイッチの操作によって進行源時に変えることができます。列車が動き出して先頭部がセンサーを通過すると、それに反応して信号機も停止源時に戻ります。さあ、いよいよレイアウトへ設置していきます。上に3つあるのが基板ですね。で、こちらがセンサー。で、これは信号機と基板を結ぶためのコードです。同じ基板を左右反転させて映しています。上にスイッチ1番、下にスイッチ2番と書いてある通り、1つの基板につき2つの入れ替え信号機を操作することができます。そして 12V と書かれている部分に電源を接続します。センサーは場内信号機の動画でご紹介したのと同じ赤外線で列車を検知するタイプです。試しに入出区線に2つ設置します。信号機は一度列車がぶつかって破損したら修復は困難ですから、ダミーの場合にも増して建築限界はしっかり考えておく必要があります。東鉄道で一番車幅の広い車両というのはこちらの以前ご紹介したカメラカーですね。ソニーのカメラを積んだものなんですけど、これとぶつからない位置にマークします。はい、マークが完了しました。手前の洗浄線は最初この位置につけようかなと思ったんですけど、定規を当ててみると将来切り欠きのある部分に洗浄機が来ますんで、運転士からの視界が遮られて信号機が見えなくなっちゃうんですね。ですので少しだけ後ろにして運転士目線での視認性を向上させました。私、鉄道会社で以前車掌をやってましたので、運転席から入れ替え信号機を眺める機会っていうのも結構あったんですよ。今洗浄機の代わりに詰所を仮置きしてますが、ちょっと信号機の位置がずれただけでも視認性ってね、だいぶ変わるんですよ。直径1センチのドリルで穴を開けていきます。さらに信号機の真横、線路と線路に挟まれた部分にセンサー用の穴を開けます。でもってグルーガンでがっちり固定します。入れ替え信号機本体をいよいよ設置していきます。ベースの下から入れ替え信号機がニョキッと出てきました。で、落ちないようにマスキングテープで仮止めしておきます。で、また裏からグルーガンで固定すると。基板を取り付ける位置なんですけど、こちら側にはポイントマシンが来ますので干渉しないように反対側につけます。ついた。固定できたらマスキングテープを剥がします。コネクタは XH コネクタですので、向きなどを間違うことはないと思います。よし、ついたついた。信号機操作用のスイッチとの結線を行います。 XH コネクタ、ワンタッチで接続できる上、かしめ工具さえあれば簡単にね、結線できますんで本当におすすめです。ギュッと力を入れて、よし、接続完了。レイアウト作ってると鉄道と全然関係ない知識もどんどんついていくから、自分の成長につながりますよね。先日の動画でご紹介した通り、自作のコントロールボックスには白いプッシュスイッチを何個かつけています。これらが実は入れ替え信号機用のスイッチだったというわけです。
では一旦ネジを回して配線するために蓋を開けます。真ん中だからこれか、この2つですね。多少作業量は増えるけど、先にこういう準備工事をしておくと後々楽ができるっていうのは模型制作において往々にして言えることですよね。間違えないように番線番号も貼っておきましょう。 AC アダプターの先端からそのまま線をつなぐことはできないので、こういうアダプターですねも買いまして、さらにそれを設置するための板も用意しました。恥ずかしながら AC アダプターから直接電源を引っ張ってくるっていう行為自体が私自身人生で初めてなんでワクワクしてますね。ナットを回して、よし、これで固定できました。で、差し込むとここから電気が供給されるようになります。いやドキドキすんな。全ての配線が完了しましたんで、ちゃんと点灯することを願う。スイッチオン。おお、ついたー。すげえ。いや、リアルすぎてね、言葉が出ませんね。本当に3投目はつくんでしょうか。では左から行きます。おお。で、右も。あ、ちゃんとつきましたね。カメラカーで試運転をしてみようと思います。台車の裏側にアルミ箔を貼ってセンサーに反応するようにしてあります。入出線2番から車道基地留置線の方に行ってみましょう。スイッチを押して、信号が入れ替え注意に変わりましたね。発車します。で、通過すると、あ、変わりましたね。センサーに反応して信号機が停止現時に戻りました。ちなみに裏から電飾用遮光ブラックを塗っておいたので光漏れは見当たりません。本当に N ゲージなんだろうか。HO ならわかるけど N だからな。すげーわー、半端ねえな。これずっと見てられる。いかがでしたでしょうか。今後も鉄道模型ライフに役立つ情報をアップしていきます。ぜひチャンネル登録、また動画の評価もよろしくお願いいたします。いや本当に今回も土の凄さを再認識いたしました。制作いただいて本当にありがとうございました。なお、父のホームページ IK ガジェッツでは 3D データ含めて詳しい作り方が公開されています。気になるという方は下の説明欄からリンクをご参照ください。ちなみに父のアイテムはですね、まだ新しいもの何作か預かって公開してないものがあるんですよ。なので今後どこかね、設置して紹介したいんですけど、今回の動画見ていただいて分かるように、車道基地を作ってその後で設置っていう形になるので、線路が伸びた時にこのね、新しいアイテムを線路際に設置して、また皆さんにお伝えできればなと思っております。今後の動画にぜひご期待くださいませ。最後までご視聴ありがとうございました。すすくまでした。失礼いたします。